皆さん、おはこんばんちは、ミロクです。平成も今日で終わり、というわけで、今日は平成最後の企画として、都営地下鉄大回り乗車をしたいと思います。スタートは大島からぎり、最安区間180円区間、清澄白河までの区間で行きます。それではいつもの注意読んでから、本編へ。ご視聴ありがとうございます。本編前に LCD の注意喚起をお読みください。守れない場合ブラウザバック押してください。視聴マナーに皆様のご理解とご協力をお願いいたします。まず大回り乗車というのは何なのか、簡単に説明しますと、最安区間切符で同じ駅を2回通らず、長距離旅をする乗車方法で尺束、下分下分、JR で例えて、山手線で秋葉原から神田までの初乗りで、普通なら品川方面乗れば着くのですが、それを池袋方面に乗り換えて遠回りする、一筆勝ちで行く、それが大回り乗車です。また平成に設置されたホームドア量産タイプ、戻ってきましたのでそちらもご覧いただければ幸いです。まずは、大島駅から平成最後に都営新宿線の急行、もちろん10300型で行きます。これに乗り神保町まで揺られます。次は森下に止まります。途中駅の西大島、住吉、菊川は通過しますのでご注意ください。神保町で各駅停車に連絡します。神保町です。ここで下車と栄見田線へ乗り換えます。6311F に乗り、三田駅を目指します。そういえば、初期車のつり革は更新されましたね。ただこれ白い悪魔からの有用説あるそうです。当初は209系のようなタイプのつり革でした。三田駅です。ここでも車両見送り、浅草線に乗り換えます。三田駅です。ここでも車両見送り、浅草線に乗り換えます。また、時間の都合により、都営車に乗れませんでした。
乗車した車両、京成3000型後期です。前から思うけど、この車両後期車からドアのデザインが退化した気がします。これに乗りお隣の大門駅で下車、見送りはありません。ここで大江戸線に乗り換え、ゴール地点となる清澄白河を目指します。無事、清澄白河着きました。改札通過シーンですが、録画押し忘れました。すみませんでした。これをもって、平成の動画更新は終了です。いつも、当チャンネルの動画、ご視聴いただいてる視聴者の皆様こんなチャンネルでも応援してくださり、ありがとうございました。令和元年初日も更新予定です。それでは残り、わずかの平成の時間を大切に。ご乗車ありがとうございました。お降りの際、チャンネル登録、通知音など、お忘れ物、落とし物のなさいませんよう、十分にご注意ください。お乗り換えのご案内です。当チャンネル他の動画をご覧になられる方は、動画下のアイコンをご利用ください。